こんばんは、これぐらいの声で聞こえるといいんだけど。ようこさん。チューム健太郎さん、こんばんは。わ、すごい、なんか急に皆さん来てくださってありがとうございます。わ、ありがとうございます。ようこさんにツイキャス始めますって言おうと思った前にようこさんが来てくださった。皆さんお疲れ様です。あ、清志郎さんこんばんは、ありがとうございました。チーム健太郎さんありがとうございました。トロピカルのトラちゃんありがとうございました。明けて、日曜日明けて、ニコリさんこんばんは、ありがとうございました。ようこさん改めておめでとうとのコメントありがとうございます。森本さんこんばんは、当選後初です、遅くなってごめんなさい。あ、オーレさん花火が来た、花火がありがとうございます。日曜日が明けまして、月火水の夜で、改めておめでとうございますとの声、本当に皆さんありがとうございました。花火も打ち上げてくださってありがとうございます。なんかすごい画面が賑やかだよ。うとかつこれからも続けますよ、嬉しい、ありがとうございます。すごい画面が賑やかだ、すごい。あ、赤い彗星のシンさんこんばんは、3倍だね、ありがとうございます皆さん。無事に本当気が抜けてる。当選を皆様の一票のおかげで議席をいただくことが、まーちゃんこんばんはです、まーちゃんさんこんばんは。息子ちゃん落ち着きましたか。実は今日息子がですね、1歳を迎えまして、今日誕生日でした。1歳になりました、無事に。はい、長い政治家生活が始まりました。はい、ありがとうございます、お誕生日おめでとうございますと、ありがとうございました。まずはゆっくり過ごされてください。ありがとうトラちゃん、そうなんです、4月12日生まれなんです。ありがとうございます、お誕生日おめでとうございますと、たくさん皆さんにお祝いいただいて。健太郎さんこんばんは、あなもりさん、あクラ風の旅人さん、まーちゃんさん、初めましてじゃないかもしれないけど、私はちゃんとご挨拶したことがない気がするので、ありがとうございます皆さんコメント。はい、息子1歳はもう、まあ、もちろん寝ておりますが、今日はちょっとお祝いをできる、状態ではなかったので、明日息子1歳のお祝いをすることになっています。おかげさまで、本当に皆様のおかげで、なんかいつの間にか1歳になってたっていう感じなんですけど、なんかね、ほら1歳のバルーンとか飾って写真撮ってあげたりとかできてなくって、なんか可愛い離乳食とかも一切作れなかったなぁと思いながら、息子にしてあげられていることがあまりにも少なくて、だけど、なんかね、選挙期間中、そうそうそう、寺脇健さんの講演を聞いた直後に陣痛出産、そうなんです、去年予定日が14日だったんですよ。でもウイさんだし遅れるかなっていう話になってて、まだこうお腹が
下に降りてないから大丈夫だよねみたいなことを言ってて、4月11日に川内先生がラサールの先輩である寺脇健さんを呼ばれていて、でなんか講演会をするって言って、でも私寺脇健さんすごく面白いというか尊敬しているので、なんかもう絶対お話伺いたいと思って、車でなんかもう車乗るなってずっと言われてたんですけど、その日だけはもう今日だけ車乗るわとかって言って、天文館っていう鹿児島の繁華街に行って、あ、おめでとうございます、ママがそばにいるだけで十分ですよ、ありがとうございます。 それで寺脇健さんの講演会でなんか、まあ、ちょっとその時もいろいろあったんです。まあ県議にそのうち出ますよみたいな話をしてて、でその後寺脇さんと皆さん川内さん先生とかとじゃあご飯行きましょうって言って、私もうんって思ったんですけど行って、でありがとうございましたって解散したのが11時半、家に着いたのが12時、陣痛始まったのが1時、その後4時、4時21分に産みました。陣痛が3時間半で息子誕生みたいな。で朝方川内事務所の方々に生まれましたみたいな LINE したら、川内事務所の秘書さんが、え、誰の子って言われて、いや私でしょみたいな、あまりにも早すぎて皆さんが私のまさか私が産むとはみたいな感じだった。はい、もうその時も本当にそれこそ川内博さんの衆院選が3ヶ月の時だったんですけど、もうつわりもほとんどなくって、川内選挙ももう全然ずっと手伝うというか、もう本気でやりたいって思ってたんですけども、周りの皆さんに止められてちょっとセーブするっていうぐらい、その後もね、もちろん体調あんまりよくはね、妊婦さんはないけれども、本当にお腹の中からいい子で、母親思いの子だなこの子はって思っていて、そうなんですよ、森本大輔さん、あら息子さんがお誕生日とおめでとうございます、ありがとうございます。そんなエピソードがそうトラちゃんあったんです。それでもう3時間半で産んで、ちっちゃかったんですけどね、それで心配だったんですけど、あら健太郎さんケーキありがとうございます。あ、におさんって読むのかな、あつしさん、お文具ありがとうございます。そう、それでちっちゃかったんですけど2400なくて、産後1ヶ月で柳聖子さんの参院選出馬の記者会見に同席して、あつしパイセン、お、あつし氏は有名人なんですね、あつし様ありがとうございます。どうせ柳さんの記者会見に1ヶ月の日に同席して、いやそもそもその日あたりにですね、私本県議の本選に出ますと、出たいですと川内先生に意思表明して、で柳さんの選挙は7月で、だから2ヶ月ぐらいの時に選挙を手伝ってて、応援演説も2回かな、出発式の時と最後の集会の時と、あ、3回か、息子をスリングに入れて応援演説させていただいて、もう本当になんていうか、いやそもそももうお腹の中からずっと川内博の応援演説と
外旋車のマイクをずっと私握ってたので、着床直後ぐらいから多分もう選挙とともに胎児として大きくなり、あ、そうなんだそうなんだ、あ、仁王さんですね、え、そうな、あつしさん、沖縄在住基地問題選挙を追っかける方ですよ、あ、存じ上げなくて申し訳ありません、すごいなんかそんな著名な方がこの、恐縮でございます、すみません。のっぴさん、のっぴさんこんばんは、ありがとうございます。そうなんです、寺脇さん鹿児島にルーツのがおありになる方で、ラサールのご出身なので川内先生の先輩なんですよね。初志氏はあのひろゆきを退治したこともあります。ええ、あ、でもそう、お名前に見覚えがあると思ったのはそういう理由なんでね、すね、そういう理由なんですね、すみません、ありがとうございます、こんなところに来てくださってひっそりとやってます。初志氏はあのひろゆきを退治したこともあります、それはそれは素晴らしいですね。うちの息子のエピソードは置いといて、この間ね、ご挨拶回りの時に70代の男性と、まあ、なんか話になって、まあ、その方は好きな政治家は、高市早苗だとおっしゃるような方だったんですけれども、その方がなんかこう共産党の平幸雄さんって、今度やっぱり私と一緒に当選された議員さんがいらっしゃるんですが、なんかその人と天文館で喋ってて、俺が論破してやったんだみたいなことをおっしゃってたんですけど、論破という言葉がこれぐらい日本に蔓延してしまったのっていうのは本当に何と申しますか、嘆かわしいというか、そうなんです、平さんも受かりました、よかったです。陽子さんもご存知かもしれないですけど、普通にもう最近使いますよね、大人が、ね、小学生も普通に使うんですけど、小学生中学生が、いやなんか俺論破したしみたいなこと言っちゃうんですけど、でもそれって大人が使うから子供は使うんで、論破を嘆かわしいですよね、どうしましょうこれ。なんか論破ってすごいことでも何でもないですよって、森本さんちょっとまだ店バタバタしてて落ち着いて聞けません、アーカイブ見ます、ありがとうございます、アーカイブなど見ていただかなくてもとも思うんですけれども、ありがとうございます、お疲れ様です、お疲れまでませんように、はい、まあ、ひろゆきさんの嘆かわしい話、まあ、ともかくその、にほさんのが来てくださったこと、そして皆さんがこうやって当選直後にツイキャスできなかったことを申し訳ありません、本当にしたかったんですけれども、ちょっともう限界が来ていて、あとはなんだか何でしたかね、あ、息子の保育園、そうそう、サポート体制が終わったので、息子のもう私が今やっていて、ちょっとそれとかでバタバタ、論破など所詮自己満足なのではないでしょうか、後々自分の言動を振り返って恥ずかしくなりそう、トラちゃん、そんな羞恥心をちゃんと持っている大人ばっかりだといいなと私も思っています。論破って言ってた俺恥ずかしいって思ってほしいけれども、どうでしょうね。おかげさまで11,259 票ですか、得票をいただくことができました。まあ、正直本当に3位、本当にもうびっ
くりとしか言いようがない。まあ、ご挨拶に、まあ、いくつかのところにお伺いして、もうすごい票だったねっていうふうに言っていただくんですが、まあぶっちゃけうと危うしがおおよその多分皆さん の, 予想で、まあギリギリ16位17位とかで引っかかればいいんだろうなと。女性の割合が一気に5位、わおわお、歴史が変わったと思った。ニッコリさん、私もそう思いました。倍増ですからね。17番円を争うとか思っていたら3位。いや本当にもう本当にどうにか1票の差、2票の差で17位に滑り込みたいと本当に思ってたので、もうびっくりしましたね。でですから身内のそのね、身内というかその関係各所の皆さんが多分本当にびっくりされていて、ようこさん、まあ私はいけると思ってましたけどね、どうやって買いかぶりすぎです。もうようこさんは最初から買いかぶってくださっていて、でもその買いかぶりのお励ましがなければ多分心が折れてたと思うので、本当に陽子さんに感謝しております。あと福松さんにもすごく感謝しています。あ、のぴさんもにっこりさんも俺も私も私もと言ってくださいますが、でも本当に組織票もない中でね、やっぱり立憲民主党であり河内宏さんが応援してくださるっていうことは本当にあるんですけれども、それでもその河内宏さんでさえ多分17位残るか残んないかギリギリだろうみたいな感じで思ってらっしゃったんじゃないかなっていうふうに思うので、皆さんも一様になんであんな票取れたのっておっしゃるんですけど、メディアの皆さんも私が一番聞きたい。ただやっぱり本当に皆さんのお力添え、本当にもう信じられないほど多くの皆さんが惜しみない力を貸してくださったんですよ。本当にね、キャスの皆さんが、ジム健太郎さんも知り合いにわざわざ電話をかけてくださってとかって、トラちゃんが投票お願いって言ってた直後に、当選後におめでとうございます、とけいこさんすごいいい人教えてくれてありがとうって言われました。ありがとうございます。トラちゃんも絶対いける、私だけ信じてなかった自分もみたいな感じになっちゃってるけど、でも本当に接戦だと思って、はい、子供たち集まってたけど大人たちの姿が見えなかったんで心配はしていました。本当に私もどこかでも言ったんですけど、ずっと地元しか回ってなくって、ずっと地下に潜ってたんですよ。ずっと地下で潜って活動していて、でも地元の反応はやっぱり温かくて、県議も地元にいないんで、うちの地元って、だからやっぱ地元から出さんとねみたいな風に言ってくださる方多かったし、私生まれた時からここは地元なので、そういった意味では強みだったんですけれども、幾分うちの町が世帯が1000で、近くのもう一つの地元といえる町の世帯が900で、全部小学校区回ってもう4000世帯ぐらいかな、4000世帯ぐらいのうちどんだけ甘く見積もっても2000票しか取れてないよっていう、だから地元の反応がいくら良くても2000票じゃ勝てないですよね福松さんって言ってて、福松さんはいや大丈夫ですよっておっしゃってくださってたんですけど、めっちゃ福松さんの名前出してるけどいいのかな、だから知名度のなさが、本当に知名度の差が怖くって、しかも全戸配布、
号外の全校配布は1回だけだったんですよ。いや今考え